中国女は1967年製作、公開のジャンリュック・ゴダール監督によるフランスの長編劇映画である。中華人民共和国が文化大革命のさなかで、その運動が世界の青年層に影響を与えていた1967年初夏のパリを描いた映画である。ロケーション撮影はパリとパリ郊外王ドセーヌ県ナンテールで行われた。女子大生、 ベロニク役で主演しているアンヌビア・ゼムスキーは同年7月21日、コダールと結婚している。コダールの長編での前作、彼女について私が知っている23の事柄に引き続きジュリエット・ベルトが出演し、元売春フイ・ボンヌを演じている。さらに、前作のメイド・イン・ USA に出演しているジャンピエール・レオが俳優業務役を演じている。 ジャンソン機関設立者のパリ大学哲学科教授、フランシス・ジャンソンが本人として出演している。アンリを演じたミシェル・セメニアコは、後に写真家となった。作中に登場する北京放送は、当時文化大革命意識の内容をフランス語でも放送していた。毛沢東語録が、アンディ・ウォーホルのキャンベル館のように大量に登場するが、フランス語では、同書は、 プティリー・ブルルージュと呼ばれている。挿入歌、マオ・マオは、ジャーナリストのジェラール・ゲガンが作詞したもので、クロード・シャンヌが作曲して歌っている。ゲガンの回想によれば、当時本物のマオイストは、オマール・デオプのみであった。1967年、ベネツィア国際映画祭で、禁止賞にノミネートされて、コンペティション上映され、審査員特別賞を受賞した。 1967年夏、パリ。ソルボンヌ大学の哲学科の女子大生、ベロニク、俳優の業務、経済研究所の研究員、アンリ、画家のキリロフ、農村出身で、元売春婦、イボンヌの5人が、合宿を開始した。連日のティーチング、マルクスレーニン主義の学習を続け、北京放送を聞くに従い、メンバーは、もうタク等主義者となる。 合宿所での報告会で、ベロニクは、ある文化人の暗殺を提案した。暗殺に反対したアンリは、中正主義者と批判され、除名された。実行者として自ら立ったキリロフは、神とマルクス主義の間で苛まれ、自殺した。ベロニク、業務、イボンヌの三人になっていた。ベロニクは、郊外電車で偶然に出会った、ソルボンヌ大学の哲学家のフランシス・ジャンソンと議論を、 戦わせる。暗殺は実行され、夏のバカンスは終わり、集団は解散した。ありがとうございます。